電子伝達系、電子伝達系、電子伝達系、A、エレクトロントランスポートチェーンは、生物が、後期呼吸を行うときに起こす複数の代謝系の、最終段階の反応系である。別名水素伝達系、呼吸差などとも呼ばれる。水素伝達系という言葉は、高校の教科改定で正式になくなった、ただ言葉として使っている人はいる。 酸化還元反応により電子共用体から電子需要体へ電子を移動する一連の化合物である。電子伝達差の最終的な電子需要体は酸素分子である。電子伝達差は光合成による日光からのエネルギーの抽出や糖の酸化、細胞呼吸等に用いられる。深刻生物では ATP 合成酵素による酸化的リン酸化の場となっている。 ミトコンドリア内膜で主な電子伝達差が発見されている。また、葉緑体のチラコイド膜でも見られる。電子伝達差は電子共与体から電子受容体に電子を移動させる酸化還元反応である。電子伝達差は空間的に離れた酸化還元系を形成し、その中で電子は電子共与体から電子受容体に伝達される。 これらの反応を駆動する力は反応物と生成物のギブス自由エネルギーである。経全体のギブス自由エネルギーを減らすすべての反応は熱力学的に自発的に起こる。電子の移動は膜を通したプロトンの移動と協約しておりプロトン勾配を作る。プロトン勾配は仕事を生み出すのに用いられる。一つの電子の移動から約30単位の仕事が行われる。 生体膜の内側と外側に、プロトン、水素イオンの濃度の差を生じさせることが目的であり、このプロトン濃度勾配を利用して、最終的に ATP 合成酵素が ATP を生成する。ここでいう膜とは、真核生物の場合は、ミトコンドリアの内膜であり、原核生物の場合は、細胞膜のことである。これらの膜上に存在する、 呼吸差複合体に電子が流れることによって、プロトンポンプオビスカラー反応が起こり、プロトンが膜の内側から外側に組み出され、プロトン濃度勾配が生じる。電子伝達差の機能は、酸化還元反応の結果として、膜の内外にプロトン勾配を作り出すことである。プロトンが膜を通して戻れば、最近の弁網の回転等の機械的な仕事を行うことができる。 ATP 合成酵素はこの機械的な仕事を化学エネルギーに変換し細胞のエネルギー源とするもので全ての生物で高い保存性を持つ。また、光合成でも電子伝達系は存在しており、これは葉緑体のチラコイド膜に存在するシトクロム BF 複合体にて行われる。葉緑体では光が水から酸素、 ナドップからナット笛の変換を駆動し、細胞膜を通して、プロトンを移動させる。ミトコンドリアでは、プロトン勾配の形成に必要な酸素から、水、などからなど、ハク酸から、不ル酸への変換が起こる。電子伝達さは、酸素に電子が渡る、主な場となって、超酸化物を生じ、酸化ストレスを増加させる。呼吸さ複合体とは、細胞呼吸。 後期呼吸、嫌気呼吸かかわらずを行うほとんどの生物に見られる膜、ミトコンドリア内膜、チラコイド膜、幻覚生物の細胞膜に存在する分子量10万から100万程度の巨大タンパク質である。呼吸差複合体 IEEE4 からなり ATP 合成構素を呼吸差複合体 V とすることもある。 ほとんどの深化生物細胞はミトコンドリアを持ち、クエン酸回路、脂肪酸代謝、タンパク質代謝の生成物から ATP を合成する。ミトコンドリア内膜では、などと琥珀酸由来の電子が電子伝達系を通って酸素に渡され、酸素は水に還元される。電子伝達差には電子供与体と電子需要体に関わる一連の酵素が含まれる。各々の,の,の電子供与体は、 電気陰性度がより低い電子受容体に電子を渡し、この電子は次の電子受容体に与えられ、この一連のプロセスは、この鎖で最も電気陰性度が低い酸素に電子が届くまで続く。電子供与体から電子受容体に電子が渡されるとエネルギーが放出され、このエネルギーによりプロトンポンプを動かすことでミトコンドリア膜の内外にプロトン勾配が形成される。 この全体のプロセスでは、水素の酸化エネルギーを用いて、ADP が ATP にリン酸化されるため、酸化的リン酸化と呼ばれる。ミトコンドリアの電子伝達系では、4つの膜、結合複合体が同定されており、各々が非常に複雑な膜貫通構造によって内膜に埋め込まれている。この構造は、電気的に脂質化用電子キャリア、 水化用電子キャリアと繋がっている。この順番に電子は一連の酸化還元反応を通して、ナドや指引きの折等の電子共用体から最終的な電子需要体である酸素分子に移動する。これに伴い複合体 I、複合体 E、複合体4がプロトンポンプ機構並びにスカラー反応を起こしてプロトンを膜外に濃度輸送する。複合体 E は 後期呼吸におけるプロトン濃度勾配形成には寄与しないが電子伝達系の一部である還元型指機能を生じる。複合体 I はクエン酸回路の電子キャリアであるなどから電子を受け取ってコエンザイム Q 指機能に渡す。指機能は複合体 E からも電子を受け取る。指機能は複合体 E に電子を渡し、ついでその電子はシトクロム C。 複合体4二重にわたり、ここで電子と水素イオンは酸素分子を水に還元するために用いられる。電子の伝達によって得られたエネルギーは、ミトコンドリアマトリックスから膜間空間にプロトンを組み出すのに用いられ、この時輸送されたプロトンにより、ミトコンドリア内膜の内外に、デルタプサイと呼ばれる電気化学的ポテンシャル、プロトンによって生じる pH 差及び電化の差が、 作り出される。これがプロトン駆動力の原動力となり、ATP 合成酵素がマトリックス側に戻るプロトン利用して、ADP と無機ン酸から ATP を合成する酸化的リン酸化ことが可能となる。一連のプロセスを経ず、酸素に直接渡される電子もわずかに存在し、酸化ストレスをもたらし病気や老化を引き起こすと、 考えられている超酸化フリーラジカルを形成する。複合体 I では、解糖系及びクエン酸回路から得られた、などから2つの電子が取り除かれ、脂質化用キャリアである指機能に移される。指機能の還元性生成物である指機能は、膜の内部を自由に拡散し、次の複合体 EE、e、に電子伝達を行う。複合体 I は、プロトンポンプ機構。 プロトンが膜を通過する機構及び機能サイクル機を用いて4つのプロトンを膜を通して移動させ、プロトン鉱害を作る。複合体 I は、電子が酸素に漏れ、超酸化物が形成される、主な場所である。電子の伝達経路は、以下の通りである。1段階の2電子反応で、などはなどに酸化され、FMN は FMNH に還元される。FMNH は、 その後、2段階の1電子反応で、セミキノン中間体を経て参加される。各々の電子は、FMNH から、鉄、硫黄クラスターへ、鉄、硫黄クラスターから指機能へ伝達される。1つ目の電子の伝達によって、フリーラジカル、セミキノンが生じ、2つ目の電子の伝達によって、セミキノンを還元し、指機能が生じる。 このプロセスの過程で4つのプロトンがマトリックス側から膜管空間に移動される。複合体愛は、などから指機能へ電子伝達を行う反応を担い、などを電子伝達体に用いる生物群はすべて複合体愛を所持している。複合体愛は以下の構成を示している。最小機能単位は幻覚生物の複合体愛である。 膜貫通型サブユニット及び細胞質に突出する、氷在性サブユニットからなり、L 字構造を取っている。氷在性サブユニットの構造が2006年に、膜貫通型サブユニットも含めた、全体構造が2010年に明らかにされた。電子伝達は、以下の手順で行われる。指機能ールは、膜内を拡散し、指機能ールを還元する複合体、E あるいは4。 幻覚生物の複合体4は、指引能ノールを還元するに、電子伝達を行う。複合体 I はもともと水素酸化型、ナイフヒドロゲナーゼを起源に持つ。その後、など酸化の、フラビン、FMN の獲得及びナイフ活性中心を失い、現在の形に至ったと考えられている。シアノバクテリアにも、複合体 I は存在し、ナットフ。 プラスト機能酸化還元酵素として稼働していると言われているが、詳細は明らかになっておらず、今後の研究が待たれる。複合体 E はスだ SDHB、SDHC、SDHD の4つのタンパク質サブユニットから構成され、琥珀酸に由来する追加の電子が機能プールに入り、ファドを介して機能に移される。脂肪酸やグリセロール酸。 リン酸等の別の電子供与体も、機能に電子を供給できる。複合体 E は、複合体 I と平行な電子伝達経路であるが、複合体 I とは異なり、この経路では、膜管空間に、プロトンが輸送されない。このため、複合体 E では、電子伝達系全体にもたらすエネルギーが少ない。複合体 E は、琥珀酸の酸化及び不丸酸の還元の両方向の、 反応を担い、以下の役割を担う。呼吸差複合体では唯一、プロトンの電気化学的ポテンシャル形成には関与しないが、嫌気条件の反応と協約して、複合体 I のプロトンポンプ機構を稼働させるシステムを担う。複合体 E は、以下の構成からなる。後期的な原子伝達は、以下の手順で行われる。終支式は、嫌気的な原子伝達は、 以下の手順で行われる。収支式は、複合体 E は不丸酸還元構素を起源とする。その後、指機能酸化能などを獲得していき、現在の形になったと考えられる。複合体 E では、複合体 i r いは複合体 E にて生じた指機能ルを酸化して、スカラー反応、膜の内側で還元反応が起こり、それによって膜の外側で、 酸化反応が起こって、プロトンを間接的に放出する構えによって、プロトンを膜外に放出する。反応式は以下の通りである。電子伝達体として、シトクロム C の還元形を生じ、次の複合体イオンに電子伝達を行う。複合体 e では、指機能サイクルが非対称なプロトンの吸収、放出によって、プロトン勾配を作る。 QV の指キノールから2つの電子が除かれ、膜管空間に位置する水化用電子キャリアであるシクロム C に伝達される。続いて別の2つの電子は QV に至り、ここで指ノンのキノン部分がキノールに還元される。プロトン勾配は QV でのキノールの酸化で形成され、QV でキノールを形成する合計で6つのプロトンが移動する。 二つが機能をキノールに還元し、二分子の指ノールから二つのプロトンが放出される。アンチマイシン A 等の作用で電子伝達が減ると複合体 e から酸素分子に直接電子が渡るようになり、超酸化物が形成される。複合体 e は指ノールからシトクロム C に電子伝達を行い、正しくは指ノール、シトクロム C 酸化還元構想と呼ばれる。 後期呼吸を行う、真核生物はすべてミトコンドリア内膜に複合体 e を所持している。また、葉緑体のシトクロム B、F 複合体は複合体 e に対応する。現在、ウシシトクロム BC 複合体の立体構造が明らかになっている。複合体 EE の構成は以下のようになっている。葉緑体では、シトクロム B のヘムが B であり、シトクロム G の代わりに、 シトクロム F 及びサブユニット4が結合している。電子伝達は以下の手順で行われる。ただし、シトクロム B でのスカラー反応により、以下の電子伝達も行われる。複合体 E はシトクロム B を起源に FES タンパク質及びシトクロム C が付加されてできたとされている。複合体4では複合体 E で生じた還元型シトクロム C を参加して、 プロトンポンプ機構により、プロトンを膜外に放出すると同時に、高気呼吸の最終電子受容体である酸素に電子伝達を行い、水を生成する。反応式は以下の通りである。最近では、シトクロム G の代わりにキノン、メナキノン、カルダリエラキノンなどが用いられている。ただし、キノール酸化酵素の場合は、プロトンポンプ機構ではなくスカラー反応によって、 プロトンが放出される。複合体4では4分子のシトクロム C から4つの電子が酸素分子に移され2分子の水が形成される同時に4つのプロトンがマトリックス側から除かれプロトン勾配が形成されるシトクロム C オキシダーゼの作用はシアン化物によって阻害される複合体4は還元型シトクロム C あるいはユビキノール 深核生物はシトクロム C。一部の原核生物はユビキノールあるいはメナキノールから最終電子受容体へ電子伝達を行う。シトクロム C を参加するものはシトクロム C オキシダーゼと呼ばれる。電子伝達の最終の反応を担う重要な酵素であり、この酵素の存在がゆえに後期呼吸が成立すると言っても過言ではな。後期呼吸を行う全生物が この複合体を所持している。現在、脱窒細菌である、パラコカスーナイトリフィキンスの複合体4の立体構造が明らかになっている。複合体4の構成は以下の通りである。サブユニット I、E デシトクロム C、オキシダーゼ活性を発揮することが明らかになっている。また、蒸気のサブユニット構成は、真核生物のものだが、原核生物は、 サブユニット I に配位されているヘムの種類が異なっている。ヘム B、O など。電子伝達は以下の手順で行われる。複合体4は、嫌気呼吸の小酸塩呼吸を担うのは、一酸化窒素還元酵素及びのは、ア酸化窒素還元酵素を起源に持つとされている。その後、これらの酵素が酸素への耐性を獲得したものが複合体4とされている。複合体 I。 EE4 を電子1個が通過すると約5個のプロトンが膜外に放出される。したがってクエン酸回路で得られたなどやファットの総数を合わせるとクルコース1分子あたり計100個以上のプロトンが膜外に放出される。これによって膜の内側の pH はおよそ8.0、膜の外側は pH7.0 と10倍のプロトン濃度勾配が形成される。 ATP 合成酵素、ミトコンドリアを浅い暴膜、FF は、プロトン濃度勾配を利用し、酸化的リン酸化によって、アデノシン酸リン酸、ATP の構成を行う。ATP 合成酵素の F 部分は、プロトンを、マトリックス側に戻すンチャンネルとして働く。この逆流により、酸化型の電子キャリアを生み出す際に、自由エネルギーが放出される。自由エネルギーは、 複合体の F1 部分に触媒される ATP 合成を駆動する。プロトン濃度勾配が電子伝達系と酸化的リン酸化を協約させるというプロセスは科学振動協約説によって説明されるもので、これはノーベル科学賞受賞者のピーター・ミッチェルが提唱したものである。ATP 合成構素を呼吸さ複合体 V とする教科書も存在している。実際、 高等学校の生物学では、酸化的リン酸化も電子伝達系に含んでいる場合も多い。しかしながら、多くの専門書では呼吸作複合体は4までしか存在せず、ATP 合成酵素として表記されている。また、プロトン濃度勾配を用いて、ATP の膜外への放出や、共有層によって膜内に物質を取り込むこともできる。ミトコンドリアは、 ピルビン酸と脂肪酸、酸素 a d p パイ、リン酸を周囲の細胞質から取り込み、ピルビン酸と脂肪酸はマトリックス内でアセチル COA に変えられ、クエン酸回路を経由することでなどと二酸化炭素に分解される。二酸化炭素はミトコンドリア外に排出される。などは内膜に移り、などに変換される過程で、など脱水素酵素複合体。 シトクロム複合体、シトクロム酸化酵素複合体の酸呼吸酵素複合体からなる電子伝達系 A 電子を供給し、電子伝達系はプロトン H をマトリックス側から内外包膜の膜間部分に放出する。3、呼吸酵素複合体と同じく内膜についた a t p 合成酵素は膜間部分のプロトンをマトリックス側に戻る時のエネルギーによって、 ADP と π から大量の ATP を合成する。嫌気性分解では1分子のグルコースから2分子の ATP しか得られなかったのが、ミトコンドリアによる高気象分解によって、1分子のグルコースから38分子の ATP が合成できるようになった。ミトコンドリアは自身の感情 DNA を持ち、多くのタンパク質合成を行えるが、内部で働く。 タンパク質の一部などは、宿主である細胞のタンパク質生産に依存しているものがある。シトクロム BF 副合体では光化学系 E から生じたプラスト機能 PQ を参加して、スカラー反応によって4個のプロトンをチラコイド膜内に放出する。そして、電子をプラストシアニン PC に伝達し、光化学系 I に電子伝達を行う。反応式は、 以下の通りである。チラコイド内空に放出されたプロトンは、プロトン濃度勾配を利用して、ATP 合成酵素、溶力体、CFCF で ATP 合成に用いられる、抗ン酸化。シトクロム B、F 複合体は呼吸差複合体 EE に該当し、反応もよく似ている。酸化的リン酸化反応において、電子は、電子伝達差を通って、 など等の低エネルギーの電子供与体から酸素等の電子供与体に運ばれる。降臨酸化では、高エネルギーの電子供与体と電子需要体の形成に日光のエネルギーが使われる。その後、電子は別の電子伝達差によって電子供与体から電子需要体に移動する。光合成の電子伝達差は、常日の酸化さと多くの点で似ている。 これらは、可動の脂質化用キャリア、キノンと可動の水化用キャリア、シトクロム等を用いる。一般的に、細菌の電子伝達経路は、誘導可能である。その環境に応じ、細菌は、異なる肝膜複合体を合成し、細胞膜内に異なる、電子伝達差を作り出す。細菌は、複数の脱水素酵素、末端オキシダーゼ及び末端。 レダクターゼを含む DNA ライブラリーから電子伝達差を選択する。このことから最近の電子伝達差は分岐式、モジュール式、誘導可能であると言われる。フマル酸脱水素酵素、深核生物では、などは最も重要な電子共与体である。関連する電子伝達差は以下の通りである。など複合体愛指機能複合体 EE。 シトクロム C 複合体 4O ここで複合体 IEE4 はプロトンポンプ指ノ能とシトクロム C は電子キャリアであり電子受容体は酸素分子である細菌やコ細菌等の原核生物では電子共与体や電子受容体は種類がさらに多いため状況はより複雑である一般的な細菌の電子伝達差は以下のようなものである 電子は脱水素酵素、機能プール、シトクロム電子キャリアの3つの位置から電子伝達差に入ることができる。この3つの位置はその後のより小さな酸化還元反応全体に対するギブス自由エネルギーの変化に対応する。個々の細菌はしばしば同時に複数の電子伝達差を用いる。細菌は多くの異なる電子供与体、脱水素酵素、 オキシダーゼやレダクターゼ、電子需要体を用いることができる。例えば、大腸菌は、グルコースをエネルギー源として、好期的に育てると、2種類の異なる、などな水素酵素と2種類の異なるキノールオキシダーゼを用い、合計で4種類の異なる、電子伝達差が、同時に動いている。すべての電子伝達差の共通の特徴は、 プロトン勾配を作るためのプロトンポンプの存在である。最近の電子伝達差には、ミトコンドリアと同様に3つか、または1の石2つのプロトンポンプを持つ。今日の生物圏では、最も一般的な電子共与体は、有機分子である。有機分子をエネルギー源として用いる生物は、有機栄養生物と呼ばれる。動物、菌類、原生生物等の有機栄養生物と、 植物、菌類等の光合成生物で、すべての生物の大多数を占める。幻覚生物の中には、無機物質をエネルギー源として用いることのできるものもあり、このような生物は、無機栄養生物と呼ばれる。無機の電子共有体には、水素、一酸化炭素、アンモニア、アショウ酸塩、硫黄、硫化物、第一鉄イオン等がある。無機栄養生物は、 地球の表面から数千メートル近の岩石形成領域で生育しているものも発されている。その分布域の広さから実際は無機栄養生物は有機栄養生物や光合成生物を上回る数が生息しているのかもしれない。この種の代謝は有機分子の利用よりも先立っているはずであり、エネルギー源としての無機の電子供与体の利用は 特に進化学の分野で興味が持たれている。最近は様々な電子供与体を用いることができる。有機分子がエネルギー源になる場合は、電子供与体は、などか琥珀酸であり、この時電子は、など脱水素酵素か琥珀酸脱水素酵素を通して、電子立ち差に入る。その他、様々なエネルギー源に対し、犠牲脱水素酵素、乳酸脱水素酵素、 クリセルアルデヒドマイナス3リン酸脱水素酵素、ヒドロゲナーゼ等、様々な脱水素酵素が用いられる。これらの脱水素酵素には、プロトンポンプであるものや電子を、キノンプールに集めるものがある。キノンは、膜に埋め込まれた、大きく比較的不動の分子複合体を通して、電子とプロトンを運ぶ、脂質化用キャリアである。最近は、ミトコンドリアが使うキノンと同じ指キノンと、 関連するメナ機能等の関連する機能を用いる。プロトンポンプは膜の内外にプロトン勾配を作り出すプロセスである。プロトンは物理的に膜を通り抜けることができ。この現象はミトコンドリアの複合体、愛を呼び、読んでみられる。同様の作用は電子が反対側に動くことによっても作り出される。その結果、プロトンが細胞質側から消え、 ペリプラズム側に現れたように見える。ミトコンドリアの複合体 EE は、この二つ目の型のプロトンポンプで、機能、Q サイクルによって仲介される。すべてではないが、脱水素酵素の一部も、プロトンポンプである。オキシダーゼやレダクターゼのほとんどは、プロトンポンプであるが、違うものもある。シトクロム BG は、すべてではないが、多くの細菌で見られる、プロトンポンプである。 大腸菌では見られない。その名前が示す通り、最近の BC は、ミトコンドリアの BC、複合体 e に似ている。プロトンポンプは、電子伝達プロセスの中心であり、膜の内外での電気化学的勾配を作り、ATP 合成酵素が ATP を合成できるようにする。シトクロムは、鉄を含む色素であり、2つの非常に異なった環境で見られる。 シトクロムの一部は水化用キャリアであり、膜に埋め込まれた大きく不動の分子構造を通して電子を運ぶ。ミトコンドリア内の稼働のシトクロム電子キャリアはシトクロム C である。最近は多くの異なる稼働のシトクロム電子キャリアを用いる。別の種類のシトクロムは複合体 E や4等の大きな分子中で見られる。これらの機能も 電子キャリアであるが非常に異なる点は分子内の個体環境に存在している点である。電子は可動のシュトクロムかキノンのキャリアから電子伝達さ内に入る。例えば無機の電子共有体由来の電子はシュトクロムから電子伝達さに入る。酸化還元レベルがなどより大きい電子が入れば電子伝達さは逆に動いて高エネルギー分子を作る。 細菌が、好奇的環境下で育つと、末端の電子受容体である、酸素分子は、オキシダーゼと呼ばれる酵素の働きで還元されて、水となる。細菌が嫌気的な環境下で育つと、末端の電子受容体は、レダクターゼと呼ばれる酵素で還元される。ミトコンドリアでは、末端の膜複合体である複合体4は、シトクロムオキシダーゼである。好気症細菌は、 多くの異なる末端オキシダーゼを用いる。例えば大腸菌は、シトクロムオキシダーゼも BC 複合体も持たない。後期的環境下では、どちらも、プロトンポンプである二つの異なるキノールオキシダーゼを、用いて、酸素を水に還元する。末端の電子受容体に酸素を用いない、嫌気性細菌は、各々のの末端電子受容体に応じたレダクターゼを、持つ。 例えば大腸菌は、その環境で入手できる需要体に応じて、ギ酸レダクターゼ、硝酸レダクターゼ、亜硝酸レダクターゼ、ダムソレダクターゼ、またはトリメチルアミンへのオキシドレダクターゼを用いる。末端のオキシダーゼとレダクターゼのほとんどは誘導可能である。これらは周囲の環境に応じ、必要に応じて合成される。嫌気的な環境下では、 硝酸子を、亜硝酸子を、第一鉄イオン、イオン、二酸化炭素や技酸等の小分子が、電子需要体として用いられる。電子伝達差は酸化還元プロセスであるため、二つの酸化還元体の合計として記述できる。例えばミトコンドリアの電子伝達差は、など、などの酸化還元体と王、O の酸化還元体の和として記述出る。などは、電子体、o、は、 電子需要体である。熱力学的に全ての強有体需要体の組み合わせが可能なわけではない。需要体の酸化還元ポテンシャルは強有体のものと比べて正でなければならない。さらに実際の環境条件は標準的な酸化還元ポテンシャルを適用できる標準的な条件1モル濃度分圧1アトム PH7 とはかなり異なる。例えば、 水素酸性細菌は周囲の水素分圧が10アトムの環境で生育する。関連する酸化還元反応は標準的な条件下では熱力学的に不可能である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。